もう発射だよ。何この発射だよ。ございます。今日は電車乗ってますね。毎度ですけど今日の輪行は小湊鉄道。休みの日ですとねサイクルトレイン、電車内に自転車持ち込み OK なんですけど今日は休みじゃないんで280円で持ち込み OK。 はい、お、発車。皆様今回もご視聴ありがとうございます。今回の旅は紅葉を求めて養老渓谷へとやってまいりました。ご乗車ありがとうございました。養老渓谷終点です。はい、やってまいりました養老渓谷。今回は新しいルートの開拓を兼ねて今まで行ったことのない道を走ってみたいと思います。あ、さあちょっと天気は曇り気味ですがどうでしょうか。ではまず養老渓谷の中へいきなり突入。よいしょ。お、渋いな。どうなの。ちょっと天気はいまいち。微妙。悪くなさそうだな。どうでしょう。というわけで最初のポイントやってきましたけどどうすかね。
がいいね。すげえ田舎道だな。大丈夫なのか。マジ？苔生えてるし。怖。天気になりましたね。これやっぱね、秋というとこの柿かな。いいなりっぷり。どう？また時間がなしパターンとか言ってると渋い。なんちゅう渋さ。こういうとこはのんびり走るのがいいね。